午後1時過ぎの新潟間ネスパスです。営業最終日、店内は多くの人でにぎわっています。その表参道新潟間ネスパスは1997年に新潟の情報交流拠点としてオープン。2006年にリニューアルで新潟の特産品を販売するコーナーや試食ブースなどを設置し、新潟の食の PR を行ってきました。26年間でおよそ1700万人が訪れたネスパスですが、入居するビルの老朽化に伴い閉館が決定。今日営業最終日を迎えました。東京にちょっと住んでた時によく来ました。ここにいてほしいなと。やっぱりなんとなくここに定着してたから、銀座に行っちゃうのかなって思って、やっぱり新潟の物産館はここ。こちらが最後だって聞いたんで、新潟の恩が欲しいとこちらの方に伺ってました。新潟行った気分にはなりますよね、物見てるだけで。いつも通るんで必ず寄ってます。なくなっちゃうんですか？今日は最終日なんですよ。あ、最終日っていうのはそういう意味だったの。いや、知らなかったですわ。ちょっとか戻って買ってこなくちゃ。訪れた人たちからはネスパスの閉館を惜しむ声が多く聞かれた一方、従業員たちは感謝の思いで最終日の接客に当たっていました。最終日だからということで、お立ち寄りいただいたお客様もいらっしゃって本当に嬉しい。この表参道だからこその地元のお客様が多くいらっしゃいますので、残念だという声もたくさんいただいて、それは寂しくなるとは思います。新潟出身ではないこちらの従業員は、働くうちに新潟の魅力を感じてくれたようです。新潟のことを知っていくうちに、どんどんやっぱり、ああ、本当にいいものがあるんだなというのを実感してまして、訪れる人にも働く人にも新潟の魅力を発信してきたネスパス。来年5月下旬、銀座にオープン予定の新たなアンテナショップにもその役割が期待されます。本当にもうこの日が来たんだなと。いや、ありがたいですね、やっぱり、はい、新潟のその食というものが本当に魅力があるものなんだなっていうのは、本当最後の最後まで私自身再認識したって。今までその表参道で、やってきたことを十二分に生かして、そこはやっぱり頑張っていかないとね。このあと午後6時半過ぎから閉館セレモニーが行われる予定で、26年間のネスパスの歴史に幕が下ろされます。